初登場の井口さんです。よろしくお願いいたします。一緒にご紹介していきたいと思います。はいはい、ダイアナではですね、雨の日でも晴れの日でもどちらでも履いていただけるオールウェザーアイテムっていうものですね、たくさん出しております。今回はですね、そのオールウェザーアイテムをご紹介していきたいと思います。まず最初のオールウェザーアイテムはこちらのバッテルが可愛いフラットシューズになってます。可愛い、可愛いですよね。ダイアナらしいですよね、はい、合成皮革を使用しておりまして、全面にコーティングをしているので雨とかにもしっかり弾くような素材感になっております。バックルがこうちょっとツヤっとしたお素材になってますので、コーディネートに合わせていただいた時すごくこうメリハリがつくようなお靴になっております。こちらのシューズなんですけれども、カラーバリエーションがすごく豊富になっておりまして、こういったアイボリーのようなフェミニンに履いていただけるお色から、シルバーのようなちょっとこうかっこいい感じで、レインシューズっぽくないような珍しいお色のものもございます。もう本当に色使いがちょっとこうフェミニンな感じで、はい、甘めのカラー使用しているので、もうとってもこうダイアナのお客様にも刺さりそうなアイテムになってますよね、はいはい、カラーものでもちょっとこうくすんだような柔らかいお色になっているので、どんなコーディネートにも馴染みやすい一足になってます。続いてのアイテムはこちらのダイアナらしいシルエットがすごく綺麗なショートブーツになってます。かわいいですね。形が本当に綺麗ですね、はい、胴先もこういった形でスクエアトゥになってますので、お走りした時の圧迫感が少なくてゆったりとした履き心地になっております。ヒールの方はですね、5センチのチャンキーヒールになってまして、太さがあるのでたくさん歩く日とかにも安心して履いていただけるような安定感があります。ソール部分がですね、ガラス繊維の入った本格的な防滑ソールを使用してますので、雨だけではなく雪の日も履いていただけるものになっております。縫い目の部分に止水テープを使用してまして、雨の侵入を防ぐ作りになってますので、雨の日でも安心して履いていただける一足になります。カラーバリエーションが6色ととても豊富になっております。で、柔らかいトーンの色からベーシックな黒のお色までお作りがありますので、今の時期でも履いていただける色展開になってます。デザインもシンプルな定番の作りになっているので、フェミニンからきれいめカジュアルなコーディネートまで何でも合わせていただけます。続いてのブーツは今年注目のタンクソールを使用したボリューム感がとっても可愛いショートブーツになっております。もう撥水加工をしてるストレッチ素材になるので、雨の日でもお水をしっかり弾いてくれて安心して履いていただける一足になります。ヒールなんですけれども、5センチの高さがありまして、でも前にも高さしっかりありますので高低差が少なくなってます。でたくさん歩くお出かけの時にも安心して履いていただけます。内側にファスナーがついておりますので、脱ぎ履きもしやすいものになっております。でこちらのファスナーなんですけれども、止水テープがしっかりとこうついておりますので、雨の侵入も防いでくれるお作りになります。私が今持ってるこちらのブラウンのお色味なんですけども、ボリューム感があるブーツだとこうフェミニンなお洋服とかに合わせるとき難しいなって感じる方もいらっしゃると思うんですけども、色がこうブラウンになっていることで程よい抜け感が出るので、フェミニン派の方にも履いていただきやすいお靴になってます。続いての靴は雨の日の定番のラバーアイテムのご紹介です。もうラバー素材は間違いないですよね。はい、もう間違いなく安心して履いていただける素材感ですよね。こちらがですね、定番のレインシューズがまたブラッシュアップして登場しました。こちらのヒールなんですけれども、高さが4センチになるんですけれども、太めのヒールになるのでしっかり安定感を持って履いていただけます。で少しこう高さがあるものだとあんまこうレインシューズっぽくなく、スカートとかでも綺麗めに履いていただける一足になります。そしてお次がこちらのゴールドの金具がすごくキラキラと上品なデザインのフラットシューズになっております。ラバー素材になるんですけども、ゴールドのピットがつくことで程よい上品感が出るので、普段使いはもちろんなんですけれども、通勤とかでスーツとかで合わせたい方にも履いていただきやすいデザインになっております。続
続いてのアイテムはこちらの折りたたみ傘になっております。今回は大人気の絵画シリーズをモチーフにした商品になっております。こちらの傘なんですけれども、雨傘と日傘両方で兼用していただける作りになってまして、なんと紫外線の遮光率が 90% になります。ツーウェイタイプなんてありがたいですよね。本当ですよね。こんなに可愛いのに、もうこれからの季節出番がすごく多くなりそうな傘になってます。こちらの柄なんですけれども、モネの散歩日傘を差す女の絵画をモチーフにしたものと、ミシャの花に囲まれた女性をモチーフにした柄のものになってまして、それぞれツートーンの色合いになってるので、すごいデザインも可愛くて、雨の日でも持つだけでテンションが上がるような傘になっております。